サササは、稲か竹やかに属する植物のうち、その茎に当たる菅を包んでいる幼少が枯れる時まで残るものの総称。ササは単子葉植物稲か竹やかに属する植物で、ある。竹やササは、多くの総本類と同じく茎に当たる菅には、年輪が見られないが、一方で、肝ト類のように硬くなる性質がある。植物学上は、稲か竹やかのうち、竹は、 缶が成長するとともに、それを包む幼少が早く脱落してしまうものを言い、笹は枯れるまで缶に幼少が残るものを言う。間だけなど竹の場合は、目の段階にはあった幼少が成長すると剥がれ落ちるが、笹の場合は成長しても幼少はそのままである。竹と笹の分類は必ずしも標準和名と一致しない。分類上、矢だけは缶に皮がついたままなので笹。 オカメザサは、川が脱落するので竹に分類される。地下に捕復系を伸ばし、密集した群落を作る。一面に生えた場合、これをササハラという。ササのよく生える条件として、日本ではいくつかのパターンがある。一つは、パイオニア植物として振る舞う場合である。よく河川周辺や道端などに、ネザサ類が出現する。これは、 草刈りや川の氾濫などによる不定期な拡乱に強いためである。また、寒冷地では森林の伐採や山火事や土地で笹が優先植生となり、肝と類の更新を阻害して無流牧地となる例がよくある。笹の優先を打破するためにブルドーザーなどで人為的なかき起こしを行い、あえて高質土壌を露出させて樹木の未生の定着に適した環境を 造成することがある。もう一つは、うなばやしの下映えで、日本のうなばやしでは、臨床で、サ,サ類が優先する例が多い。その種は地域によって異なり、太平洋側では、鈴竹日本海側では、千島サの場合が多い。笹は放置するとやぶになってしまうが、生物多様性の観点からは小動物の隠れ家や、昆虫の食草となっている。一方で笹の繁もは、 地中の水分を吸い上げて土壌を乾燥化させたり日光を遮って他の植物の光合成を妨げたりする面もある。特に地球温暖化に伴う雪解けの早まりで土地が乾燥化して湿潤な環境に適した高山植物の群落を脅かす状態が北海道の大雪山国立公園やレブン島、本州の平ヶ岳、立山、白山などで起きており 笹の刈り取りによる高山植物保護が試みられている地域もある。非常に多くの種がある。日本の竹類のほとんどが中国都来であるのに比べ、笹類は土着の種が多く、しかも地方変異が多い。他に葉の幅が広い稲科植物には笹の名を持つ例が多い。代表的なものを以下に挙げるが、最も笹に似ているのは笹草である。それ以外にも、 細長くてある、程度幅のある葉を笹ささになぞらえる例は多々ある。カモン、ごまい笹。ありがとうございます。